まだこの世界は後悔鳴らしてたいみたいだ。望み通りだろう。美しくもがくよ。互いのその時計眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。時は来た。昨日までは序章の序章で飛ばし読みたいから、こっからが僕だよ。経験と知識と壁の灰がかった勇気を持って、未だかつてないスピードで君の元へダイブを。泥みの中で生ぬるい甲羅に、ここでないどこかを夢見たよ。教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に、言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋寄せる。時計の針も二人を横目に見ながら進む。そんな世界を二人で一緒に、いや何